だから本当に辞めた時にサッカーがどういう存在だったのかは分かるのかなと思います。うん、止める蹴るがサッカーじゃないですか、はい、当たり前のようで。風間さんが言ってることって至ってシンプルだと思うんですよね。その難しいことは言ってないというか、はい、今はその南葛が J リーグ行くことがやっぱ一つの目標ですかね。まあ、本当に J1 の中でも特にキックを含めてクオリティが高い選手なので、まあ、そういう意味ではキャプテンになるのも必然というか、まあ、その風間さんが4人選んだ中でその中で自覚を持ってより持ってもらいたい人を選んでると思うんですよ。本当にどの時でも落ち着いてボールを扱うことができている、まあ、しかもサッカー大好きなサッカー小僧なので、それもこのキャプテン翼のまあ、イメージに沿うものというか、うちのクラブを選んでくれてよかったですし、しかも、まあ、地元の、ね、葛飾にちゃんと馴染んでくれてるので、まあ、想像以上にうまくはまったなという感じします。いつもやってること、特に今すごく意識してやってることは何か、相手を見ることか、相手を見て戦う、それは何か相手を受け入れるってことじゃないか、ね、相手が例えば前から来てる、そしたら自分たちパッと、あ、ここだったらライン取っていけば簡単に背後に行けるな、そしたらその最終的に例えばゴール切ったかな、例えば相手が前来てるなと、じゃあ俺たちの技術を簡単に剥がしていく、そしたらそのままゴール行けるような、あるいは相手がこうだから逆にあそこ狙いだからタップを狙って先に行く、常に自分たちが先手を取って考える相手な、それずっとやってきたな、それを自分たちの中でやってみる、自分たちの姿でしっかり勝ち切る、いいか、全員で頭をしっかり目を揃えて頭をしっかり実写する、いい、みんなでいいでしょう、最後大前さんの魅力というか、そのサッカー選手としての魅力は何ですか。いやもうとりあえずやっぱりうまいっす、うまい、もうやっぱ全然タッチ一つから質が違いますね、多分ずっと高いレベルでやられてる方なんで、やっぱ自分 の, その感覚を知ってるというか、うん、ここで止めたらもう絶対止まるっていうのを多分知ってると思うんですよ、うん、対面すると守りにくい選手、意外と重要ある、守りにくいですね、まあ、やっぱ右足のパスと正確なキックを持ってるんで、その寄せないと打たれちゃうし、パス出されちゃうし、けど寄せたら寄せたり周りをうまく使った区分イメージがあるので、僕は嫌です。まあ、入りも良かったですし、失点するまでは自分たちのペースでやれてたし、シュートまでも打ててたので、悪くなかったと思いますけど、まあ、ここ数試合全部そうですけど、自分たちのミスで失点して、ね、難しい展開になってるんで、結局はまあ前の選手も点取れてないんで、まあ、そういったところはしっかり自分たちの攻撃陣というかみんな見つめ直さなきゃいけないところだと思いますし、まあ、チャンスは多く作れているのでしっかり、ね、点取れればまたみんな自信にも変わっていくと思うので、まあ、また練習プレーできたらいいなと思います。僕が小学校5年生か6年生ぐらいの時に源さんが選手権で優勝したんですよ。高校選手権、そう高校の選手権で優勝したのを見てて、僕も琉球に入ったんで得点王にもなったんで、怪物だなってなんか簡単なようにやってることが当たり前じゃないというか、普通できないようなことを簡単にやっちゃうところがわすごいなみたいなのは純粋に思ったり、まあ、キック一つ見ても全然違いますし、これ人工芝とかやっぱ環境が整ってないところでも、まあ、何一つ文句を言わず、まあ、こうやって結果出すじゃないですか。いやそんなことないって言うんですけどね、元気さんはそこが一番すごいかなって僕は思います。あ、おはようございます。よいしょ、行きましょう。いつもより早いですからね、僕これで練習行くのこのためにありがとうございます風間さんのサッカーについてなんですか。切り替えすごっ切り替えすごっ
じゃあ風間さんが思ってるところの止めると自分が止めるところの位置っていうのが今までの自分の止めてる位置とは違ったんで、まあ、風間さんが止めるっていうのは次につながる、なんか一番最短で止めるところに止めるっていうイメージで、はい、僕の止めるっていうのは次のプレーに行きやすいところに止めるっていうのが全てだと思ったんですけど僕は、うん、じゃあ風間さんはそれが多分足元に止めれれば何でもできるでしょっていう考えの監督指導者なんで、はい、それは今まで僕が感じたことない、止めるっていう、蹴るは分かんないですけど止めるっていうところで言ったらちょっと僕の考えとは違うところがあったんで面白かったですね。すごい当たり前のことを言ってるようで一番難しいことを言ってるというか、そりゃそうだよねっていうことを言ってるんですけど、それができないのが多分サッカー選手なんで、風間さんが言ってることって至ってシンプルだと思うんですよね。その難しいことは言ってないというか、難しいことを言ってるようで難しいことを言ってないし、めっちゃ難しいことを要求されてるっていう、なんかちょっと難しい。だって止める蹴るって見てる人からしたら多分めっちゃ、いやそれがサッカーでしょって感じじゃないですか、うん、止める蹴るがサッカーじゃないですか、はい、当たり前のようで。けどやっぱそこを風間さんレベルとかクラスになるとやっぱ追求してるところとか見てるところが近くなるんで難しくなるのかな。まあその早くゴールを目指すっていうところで言ったら、フリーだった前向いて仕掛けるだとかっていうところは、うんうん、僕のサッカーには最近なかったところなんで、うんうん、それはすごい意識してボールを運ぶっていうところは意識してやってます。じゃあもうしっかりね、試合で楽しむための準備をやっていきましょう。準備して、最後、相手が来たってみんなはもう前に進める、だけど相手をじゃあどうやっていこうか、止まった相手をどうやってやっつけていくか、いじっていくか、絶対にそこの中では無駄なことをしないと、それが唯一相手のチャンスになってます。そこだけ集中して、僕は基本的に止めた時に次のプレーがドリブルっていう選択肢がそこまでなかったんで、なかったっていうかないわけじゃないですけど、あの少ない方だったんでプレーの選択肢として、けどやっぱり風間さんの足元に止めて次のプレーっていうのに関して言ったら、ドリブルっていうのはやっぱ選択肢としてやっぱり多くなってくるんで、そういう意味ではだいぶその選択肢の幅は広がったかなっていう、そのボールもらった時の、ボールもらった瞬間に次を考える、もらう前ですね、もらう前、もらう前に、まあ、どこが空いてるかも含めて見て、ボール入った時に、うん、まあ、どこにボールを止めるかによってキックの軌道だったり種類だったりとか考えてます。やっぱキックの質だったりパスの質だったりっていうのが、なんか僕らには見えてないとこが見えてるっていう、なんかすごいそういう感覚があるので、元気さんならここパスくれるなっていうので思いっきり走ったらパスくるみたいな、なんかいい意味でなんか分かりやすい、ボール持った時のパスどこがなんか結構分かりやすくて僕らも動きやすいみたいな、見えてるところに出すとかあったり、まあ、動き出しがある程度分かってきてると相手のタイミング外して出せるだけなんで、こっちもやりやすいですし、もうどんどんそういった場面が多くできてるかなと思います。うん、いやけどやっぱりみんな上手くなってると思いますよ、うん、あの技術もそうだし、うん、まあ、何よりやっぱ意識が変わったんじゃないですか、やっぱりその足元の部分はもちろんですけど、前向くだとか止めるっていうところとか蹴るっていう部分に関しては絶対に去年とか今年の最初よりはみんな上手くなってると思います。風間さんのやることっていうのがもうブレないんで、そのじゃあ負けたから違うことしようとかっていうのもないし、負けてもとにかく自分たちが上手くなればいいっていうことを常に発信して言ってくれてるんで、それはやっぱりやってても間違ったことしてないんだなっていうのはみんな思ってるんで、まあ、J リーグの監督って基本的に技術のところをどうこういう監督が正直そこまでいないんで、とにかく勝たなきゃいけないんで J リーグは、まあ、今もそうですけど、そのよりやっぱ結果求められる世界の中でそこまでその技術のところに言ってくる監督はいなかったんで、だからそういう意味では風間さんは、うん、新鮮というか、で最初言ったけど自分たちが気にするわけがないところ、そこで相手をいじって見してやられないかな、そしたらそれすごく気をつけた、それで
手が来てももうみんなの力だったらそれを外しておいて、ただ止めた時に無駄なことをして最近チャンスを与えないように、そこの2つだけ。そうしたら俺は攻める時間もっと長くなる、決定機がもっと増える、すごく良かったと思う。また明日いい練習しましょう。この2年で本当仲良くなった、一番仲いいんじゃないですか僕はこのチーム。よくできるわって、37でしょ、できてるかなとかってよく考えますね。このピン君が辞める年までやりたいなと思ってますね、サッカー。あった、昼からご飯行かない、そういうんじゃない、ね、ちょうど枝豆でしたからさ。何？ありがとう。え、何？群馬の人からね。ね、群馬の。すみません。あ、枝豆です。家族ぐるみでお世話になってるんです。好き一回では一緒に家族でご飯食べて。あの二人、あのメガネ。あ、よしくん。めっちゃついてる。ブランドであれだけ輝いてるのに外出たら。本当にこう僕らと同じ目線合わせてくれて普通に付き合ってくれるので、すごく気のいい方ですね。だからやっぱりもっともっと応援したくなる。そうですね、大好きな親友です。はい、親友ですか。そうなんです。もうやっぱり今まで勇気もらってたから、一日でも長く現役を続けてほしいなっていうので、そこにちょっとでもね、なんか彼が頑張ってると僕も頑張れるみたいな感じなので、なんかそれを少しでもこうやってほしいなっていうのがあって、南葛に来た理由もやっぱり楽しそうだなっていうのはもちろんありましたし、その上に行くのを自分が関われたらいいなと思って、やっぱ J リーグじゃないところから J リーグ目指すっていうのもなかなか体験できる、どの社会人チームでもやれ目指せるものではないと思うし、そういった意味では南葛はすごい、それは可能性があるチームだと思ったんで、ユキもサウナも好きですし、やっぱ南葛を盛り上げるっていう意味では、やっぱその社員だけじゃなくて社員じゃないプロ契約の選手もやったらやっぱりいいんじゃないかなっていうのは思って、はい、やってますね。これがまたね、22、3だったらもちろん、どこでも J リーグ行きたいみたいなのを多少思ってるかもしれないですけど、もうというか、その自分の中のあれが入れ替わってはいるんで、南葛がね、J リーグに行ければいいんじゃないかなと思いますけど。寝てるな。寝とんな。一年中やるじゃないですか。何年もサッカーの試合と練習、はいはい、飽きないんですか。サッカー飽きたらやめてるっす。多分その選手をやめてると思います。サッカー飽きたら、楽しくなくなったらやめるって決めてるんで、まだ楽しんでもちろんやります、やれるうちは。わかんないです。毎回それね言われるんで、今日わかんないですよね。答えないです、サッカーと思います僕は。それはそれだけやっぱりもう大きい存在なのか、こう身近な存在なのか。まあ、身近でもありますし、大きい存在でもありますし、まあ、それがない生活をしてないんで、その物心がついてから、だからわかんないです。サッカーがどういうものかっていうのも。普通に生活の一部だし、お仕事でやらせてもらってるし、まあ、趣味じゃないですけど好きでやってるし、それがもうずっと続いてるんで、サッカーが何かって言われたら分かんないですけど、だから終わった時に気づくんじゃないかなと思いますけどね、サッカーがどういうものだったかっていうのは。まあ、今はもう本当に楽しんでプレーしてるんで、何かって言われたらもっと好きでやってるし、だから本当に辞めた時にサッカーがどういう存在だったのかは分かるのかなと思いますけど。